一度は見るべき絵本。絵本に興味のない人は絵本との出会いがないでしょう。絵本は手軽に身近で見ることができるものです。でも見なければずっと見ないかもしれません。一度でも見ておくとその後の人生を豊かにしてくれるかもしれません。たった一冊の絵本が人生を変える力があることもあります。一生に一度は見ておくべき絵本というものがあるかもしれません。たくさんの素晴らしい絵本がありますので選ぶのが難しいかもしれません。そこでいくつかの視点からおすすめの絵本を紹介したいと思います。まずは年齢別のおすすめ絵本です。0歳から3歳向けとしてはだるまさんシリーズがあります。だるまさんの様々な表情や仕草が面白く、子供たちの心をつかみます。腹ペコ青虫もあります。色鮮やかな絵と青虫の成長物語が魅力です。いないいないばあはどうでしょう。シンプルな繰り返しが楽しいですし、定番の絵本です。次は3歳から6歳向け絵本についてです。まずグリとグラシリーズがあります。おいしいものを食べる様子が楽しく、子供たちの食欲をそそります。100万回生きた猫はどうでしょう。大人になっても好きな絵本にあげる人がいます。生と死、愛について考えさせられる少し大人向けの絵本と言ってもいいでしょう。星の王子様はどうでしょう。美しい言葉と哲学的な物語が子供たちの心を豊かにします。次は小学校低学年向け絵本です。魔女の宅急便はいかがでしょう。キキの成長物語が感動を呼びます。スイミーも根強いファンがいます。小さな魚の大きな勇気が子供たちに勇気を与えます。14匹の部屋もシリーズになっています。14匹のネズミの個性豊かな生活が面白く、子供たちの想像力を刺激します。次はテーマ別のおすすめ絵本を取り上げてみましょう。まずは友情です。クマのプーさん、ピーターラビットなどがあります。冒険においてはフェリックスの手紙、小さなウサギの世界旅行、ムーミン谷の仲間たちなどがあります。成長をテーマにするとカラスのパン屋さん、嵐の夜になどがあります。自然においては生命の歴史、小さな葉っぱなどがあります。他にもおすすめの絵本があります。世界で愛されている絵本としてはお猿のジョージ、ピーターパンなどがあります。日本の伝統的な絵本としては桃太郎、浦島太郎などがあります。ちょっと変わった絵本としてはエドワード・ゴーリーの作品があります。ここで絵本の選び方のポイントを紹介します。子どもの年齢や興味に合わせた絵本を選ぶなら、年齢に合った絵本を選ぶことでより楽しんでもらえます。絵のタッチや色使いで選ぶなら、絵を見て子どもが気に入るかどうかを確かめてみましょう。テーマで選ぶなら、興味のあるテーマの絵本を選ぶことでより深く物語に入り込むことができます。読み聞かせの雰囲気で選ぶと、落ち着いた声で読みたい絵本、楽しく遊びながら読みたい絵本など、読み聞かせの雰囲気に合わせて選びましょう。最後に、一生に一度は見ておくべき絵本は人それぞれです。ぜひいろいろな絵本に触れて、あなたにとっての一生に一度の絵本を見つけてください。